皆さん、こんにちは。作曲家の牧田です。今回は、自作曲の歌曲、思考のスケッチの作曲のポイントと楽曲解説をしていこうと思います。まず、歌曲を作曲する上で大切なポイントが2つあります。まず1つ目に、詩を深く読み理解することです。そして2つ目に、できるだけ言葉のイントネーション通りにメロディーをつけるということです。 イントネーションを合わせることによって、聞き手への伝わり具合が変わってきます。それでは今回使用する詩を見てみましょう。作詞は渡辺正近さんです。この詩は前半部分が3分になっていて、後半部分に短い一分があり終わっています。まずここで一つ区切れます。次に前半の単語の羅列部分を見ていくと、 夢、希望と人、愛、論理、道徳がセットになっているので、ここは音楽の中でもつなげたい部分と決めておきます。バランス的に無の前で区切って、ここも2つに区切ることができました。まずは前半の死までを作っていきます。この死で大きなテーマになっている思考、 曲の中でも大きなテーマと捉えたいとします。私は今回せっかく思考の頭文字がしなので、し、はーの音を気温に置きます。次は何でも良いですが、私は頭の中で思考と歌わせた時に、し、はァと聞こえてきたので、今回はその2音を、またその2音の音程感を重要な音として扱っていきます。 それでは実際に曲を作っていきます。詩を書かれた渡辺正近さんは、ぼーっとしている中でこの詩を書いたと語っていて、頭の中がふわふわとした思考の中で単語を並べていったと想像します。短い前奏の中でその雰囲気をつけてみましょう。最後の2音で最初の言葉、思考につなげるために、先ほど決めたシーファ を使います。思考はイントネーションが上に上がる言葉ですが、しから始めるといきなりファの音は高いので、ここはファ、死と置きましょう。流れのまま、生、そして夢、希望を2つセットでメロディーを書きます。続いて死ですが、 ここでは人が亡くなるといった重い死ではなく、あるかないかは別として、死後の幻想的な世界を表現しようと思います。ここまで無調整で書いてきましたが、ここで調整を差し込むことによって、急激に神秘的な響きに聞こえるようになります。ピアノパートでその世界観を作り出しました。あとは死という一単語を歌うだけです。 死なので、当然死、ハーの音を書き込みます。次は、むです。これは非常に悩みました。フェルマータの中で何も歌わずにむを表現しようかと思いましたが、むは、M、mu、ムそしてそれは、ミに似ているので、ミの音を書こうと思いました。そこで、ここのむは、虚無を表現することにしました。 伴奏のハーモニーが解決しないことにより、本質がないことを表現しています。また、虚無が存在していることを表現するために、メロディーにはクレッシェンド、リミネ i m を書き加えました。そしてここから時間が動き出します。アッチェレランドを書きましょう。人と愛。この詩の作者の渡辺さんは、 実はテノール歌手なのですが、イタリアオペラを勉強してきたテノールにとって愛は大切なテーマなので、とにかく繰り返して高音を配置します。ここで論理、道徳と気持ちが素に戻っているので、再び無調のハーモニーを配置します。もう一度愛を溢れさせましょう。そして感情を爆発させます。 最後の一文です。思考を忘れてしまったとあるので、思考を止めてあげましょう。ここはパルラート的に語りっぽくして、再び最初のようなふわふわした世界に誘います。このままだと、しまりなく終わってしまうので、現実に戻してこの歌曲を終わらせましょう。今回のテーマの2音であった、し、は、を 低音に配置しますいかがだったでしょうか出来上がった曲は渡辺雅近さんの歌で別の動画に上がっていますので下の概要欄からぜひ聞いてみてください